こんにちは、レモです。パワープルアプリやっていきます。今回は至高の二塁手デッキですね、やっていきましょう。ノアちゃん、社長、熱森、たまたま、アマネ、アミティと。で、今回はこの自分の中でめちゃくちゃうまくいったサクセスの後付け実況になります。ただセクニー割からかなは、自分でしっかりとその場で実況しているので、そちらも合わせて半分半分でお楽しみいただければいいかなというところです。で、このデッキが自分の中でファイナルアンサーだなと。この十文字野手に関してはファイナルアンサーということで結構ガチガチにやってました。で、その中で一番良かったサクセスですね、皆さんにお届けできるんじゃないかなというところです。で、十文字野手の、大事なところとかこうしなきゃいけないみたいなところは、自分の中では分かったつもりです。あとは最大値がどれくらい取れるかなというところが今後は重要になってくるのかなというふうに思います。で、まず初回のアイドルフェーズですね。で、ここではノアちゃんの評価をしっかりと上げながら全体にできるだけハートをつけるっていうのが大事ですね。で、まず入賞さえできればノアちゃんの評価いきなり30上げれるので、そこもでかいですし、それが叶わなかったとしてもアイドルの役割変更とか、いろんなところでノアちゃんを触れると、今変更してますけど、ノアちゃんを触れると、ほぼほぼいい形で臨めるんじゃないかなというところです。で、ここは無理くり入賞して、ノアちゃんの評価を30上げに行けましたと。この動きは、まず、このね、十文字野手の相棒をすぐに絆結んでいく上で大事なのかなというところと、一発目いきなり、こういった形でいいパーフェクトクロスが入ってくれました。で、1回目は体力も回復できるので、序盤では相当大事なんじゃないかなというふうに思います。ありがたいですね。で、あとは後になればなるほど結構こうすり合わせですね、レベルのすり合わせかなり大変になってくるので、そういった意味でも、序盤からガンガンやってくれるのは助かるというところです。で、一発目の野球フェーズ、アイドルフェーズ明けの一発目の野球フェーズに関しては、ハートを気にはしているんですけど、そこまでこう、神経質にはなってないですね。これもうまいですね。パーフェクトクロスの勝負練習ですね。こう見るとやっぱり、ハマると相当すごそうだなっていうのは、すごい感じます。今のもね、ハートが友達しかついていなかったので、点数的にはそんなに大きくはなかったですけど、やっぱりあれがハートある状態でガン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 来るっていうのは、非常に強いんじゃないかなというふうに思います。経験点取れてるね、やっぱり。相手を紹介する。で、ここのイベントに関しては、体力減ってても、大体この一番下の経験点大きいのを攻めてます。で、ここもパーフェクトクロスの肩の、タック練習になってますね。で、友沢に関しては、アベフトパワーヒー、ここの経験点消費が大きいことをね、しっかりとくれるっていうところで、強いなって思いますし、やっぱり、社長入れてる関係上、体力の回復イベントが後ろに多くあるのは結構でかいなっていう感じですね。で、この、熱森がね、マジめちゃくちゃ邪魔してくるっていう。そして、セクイチの、いきなり一発目から、このトリプルタック、めちゃでかいっす。やっぱりその、打撃陣を全固める、相棒入れて6枚になっていると、こういうのを頻発するので、頻発できればめちゃくちゃ強いしっていうところですね。で、いきなり1200点以上の練習が入りました。打撃連。でも今の入ったから走塁連でもいいかなっていうところですよね。で、一発目は3650点で出ますと。で、これだけ出れば十分すぎるほどです。やっぱりその、投手と違って野手の方は練習がばらつきやすいので、こんな出ることはかなり珍しいかなというふうに思います。で、2手目がビジュアルですね。で、野手に関しては、こう、筋力と技術かなは、あらかた取りやすいと思います、このデッキだと。気をつけなきゃいけないのは、一番は敏捷、その後に精神というところで、結構ビジュアルは2枚で作ることが多いです。なので、ビジュアルに関しては、今は取りに行ってもいいかなというところと、あとはコツ潰しですよね。入りやすい技術はしっかりと潰していってっていうところで動いてます。ここはもう社長に2個付けでいきました、ね。で、誰を変えるんだろうな。もしくは変えますね、これさすがに。
で今かなり理想的な練習が演技の方に入ったので、まあ、どこに行ったどうしようかなっていう感じになっているとは思います。これ迷う、今見ても迷う。もうどこ行くんだろう、どこ行くんだ、正直わからんですね。無視するかもしれないですね今回。あ、見ていきました、ビジュアルですね。でここはハート2個付けが2人できて、しかももう1人ハート付くので、まあ相当大きいなというところです。しかもここでお悩み相談が1回増えるっていう、もう神展開、神展開来た上にここなんですよね。これアミティ変えるかな。もうダンスにしてもいいんですよね。それかノアちゃんか、アマネ、まあ、ここをダンスにチェンジはあります。正直技術が入ってこないと、まあ、その作戦自体がうまくいってないっていう感じになるので、まあ、ここに関しては、まあ、技術組どっちかをダンスにすぐ変える可能性はあります。逆境取ればいいの、逆境無視しましたね今。これ多分疲れてたのかもしれません、逆境無視しました。それかな、多分このまま行くのかな。あ、このまま行きましたね、混同しましたね一回。もうレベル差かなり揃っているので、まあ無視したっていう感じだと思います。で今かなりの点数フィードバックで入ってましたね、相当えぐい。でまあこんだけ順調にいったら、正直あのいい練習が来るまで待機なんですよ。まあ基本的に待機することが多いとは思います。ただまあ基本的にこうなんでしょうね、大きく緊張しない流し打ちの経緯で、ここでパーフェクトクロス入りました。打撃、そして肩もそこそこ強いところですね、うん、強いな。まあ、ダブルで相当強いんですよね、クロス練習するとハート付きの、まあ、そういうのがハートあるうちにできる。そして、3択以上が絡むと、まあ、相当強いなという感じがします。お肩っすね、うん、しっかりと選手に返っている。いやー、こういうサクセスもう一回したいな。順文字やし、まあ、2万点出せる高校だと思いますし、まあ、2万点以上がね普通に出れば、まあヤッホクットにもこう立ち打ちはできると思います。で友達1回目ですね、これは休む、まあ、休めねえ。で友達2回目ですね、でクロスはしょぼいので、ここは不眠症直しに行くと思います。ここまでハマったら正直ああいう細々したクロス練習は拾う必要ないですね。でクロス練習の回数も稼げてますし、まあとにかくあとはまあ大きい経験点、大きいタックを取れる練習をとにかく踏んでいくと。早速2回目、過去の自分どうなんだ。ああ、行かなかったですね、不眠症直しに行きました。でここで野球が上手くなりたいで、中吉入りました。で友澤は、後ろで体力の最大値上げておきます。でここでまた3人タッグ来るんですよね、でかい、凄まじいでかい、強い。いや、やっぱこうなってくると熱いなっていう感じですね。でフィードバックがまたかなりいい点数入ってますというのと、またここから調整開始ですが、まあ、このアミティのところがめちゃくちゃ強いですね。とでアミティがどうしてもこれ44とかになるんで結構離れてはしまうんですけど、強いね、言うて6上限思考だからね。やっぱ基本的に僕の中ではこのデッキかなというところです。結局社長を抜くと打撃で筋力足んなくて、まあこう四角することも多いし、精神もね社長だと外入れてくれるっていうのと、とにかく何よりコツ強いっすよね社長に関しては。うん、ノアちゃんの方かな、まあダンスでもいいですよ。あ、アマネダンスに変えましたね。この辺のレベル調整がハート2個つけながらやれるかどうかが最も疑問だとは思ってます。うん、強い。でダンス優勝と、
ね、大会運もいいですよね。ダンス2回で優勝できるのが揃っているので、まあ、それって400点自動的に入るってことなので、まあ強いなっていう感じです。うん、いいバランスです。次も優勝確定と。これどうすんだろうな、すげえ難しい。あー、ほんとですね、すごい難しいですね。これでも多分攻めるんじゃないかな。まあ社長のところを攻めて、あつ森レベルアップとかになるかもしれません。うん、まあ、ノアちゃんを切って、で、社長もある程度もう捨てみたいな感じにする、じゃないのかなとは思います。もしくは、あつ森行って、ノアちゃんのレベルアップとかをするかなというところですね。お悩み相談のあと1回あるんで。うん、なんかここまで来たら攻めていいような気がするけど。あ、これあつ森行きそうだわ。あ、友達を上げるってことは、あつ森ですね。日和りましたね、完全に強い。いや、めちゃくちゃ強いわ。ただこれで別に4タック5タック入ってないですよ。ドハマりしてないし、まだまだ伸ばせそうだなっていう印象は非常にありますね。情熱へ、さあ行きましょう。コンピューターに任せてます。で、この後のセクションからは、もう収録を同時に行っているので、まあ、そちらとのね、対比もね、ここまで楽しんでいただけるんじゃないかな、というふうに思います。で、まだ生放送で呪文字やしはやってないんですけど、まあ、北斗の方が手持ちあったらいいとは思います。その、ハマる回数っていう意味ではね。ただ、最大値はめちゃくちゃでかいので、まあ、そういったところも、まあ、いろんな方向を楽しむっていう意味でね、皆さんにご紹介できたらよかったかな、という感じです。はい。ということで、勝てました。で、9330点セクニまでで出てます。ぜひ、この後もお楽しみにいただければいいかなというところです。では、少しお待ちくださいませ。はい、ということで、続きやっていきましょう。バグっとるな、9330。よしよしよし、社長終わり。とにかく、早く、ノアちゃん来てって感じか。33伸ばしておきましょう。まあ、クロスするようにね、近づけておくのが大事かなって感じです。で、アマネも OK。イベントいいよ。いや、これはマジで、1号ぐらい乗せてるな、ここで。ナイス、モコちゃん。回復が。まあ、ここは無理せずですね。まあ、クロス、伸ばせるんだったら伸ばしちゃっていいか。アマネがこれで社長とパーフェクトクロスになるので、まあ、ここは伸ばしといていいかなって感じですね。起きないな。ここは起きてほしいぞ。46。47は行き過ぎだな。ここは休むしかないですね。おーい、ちょっと待ってって。あと何ターン、あと3ターン、これ我慢。よし、絆入った。 OK、 ちょっと遅いぐらいだ。これは取っちゃって大丈夫ですね。もうターンないんで数だ。来い。うわ、うそ。しかも強い。おーい、友沢91で失敗すんなって。うーわ、これでかいなー。マジかよ。うわー、ここで海岸ですからね。ちょっと乾燥しようかと思って。ここはまずノアちゃんあげたい。あ、上がんねえか。うーわ、友沢やったな。ここでやらかしてくるか。ちょっと待ってください。これ紫なんで勝てるんですよね、しかも。
まあノアちゃんをあげなくていいか。うわあ、ちょっとショックでかいなこれ。しかもここ100ロールまた入ったかな。でか。うわ、めっちゃ強いじゃんこれ。マジかい。そんな。いやー、友澤さん。それはいかんな。それはいかんな、マジで。いやー、なるほどね。世の中そんなに甘くないと。これもう完璧ハモったと思ったけどな。あげとけよかった、もうちょっと。うん。で、これは、もうノアちゃんあげて、もう青のままで使いましょう。しょうがない。いやいや、強い強い。50、51、49。まあ、まずは、レベルアースしていきましょう。やる気か。で、ノマちゃん結べているんで、ここはガツガツ攻めれますね、と。で、ここで逆強と。はい。うわー、強い。これは、凄まじいですね。ハマっている。ハマっているけど、もう終わっている。いやー、ちょっとショックでかすぎるな。1万3000ですからね。過去一番デトル。で、これ普通に遊んでやる気2段戻しましょう。強すぎ。これ友沢なしでも相当強そうだな。採用なら。まあ、技術系はもう、さばいていいような気がします。打球伸びとか終わってんのか？そういう。ちょっともうよくわからんレベルになってきてる。これま、ターンも残ってるしな。どうしようかね。粘り打ちとか行くか。マネーとかも行きましょう。もうなんかこの辺は、ザクザク行きましょう。ザクザク行くもんがなくなってきた。ザクザク行くもんすらなくなってきた。強っ。うわー、四股に触れってマジで。残り1ターン。まあ。ただシンプルに強いですね。これ筋力多分いらないと思うんですが。筋力と技術。開眼しましょう。っていうぐらい強い。うん、なんか、敏捷なの大丈夫かな。あー、鮮明の一撃ちょうどいいんじゃないですか。うん。うわー、辛い。これはいけそうだったけどな。で、ここは青。まあ、一回入賞して、それからアウトでいいかな。スラミップルヒ。まあ、精神でいいか。ああ、これは素晴らしいですね。で、入賞で40オールもらって、で、技術いらないんで。筋力か。筋力いる？まあ、いらなさそうだけど。ハートをつけたい。うん。で、レベルもマッチングこれである程度するので。で、まあ、全部使って開眼しましょう、一回。ああ、のぼり竜か。もう一回行きまーす。鶴打ち。まあいいでしょう。で。これでやること終わったわ。
やること終わったわ。ですね、ちょっと待ってください。の、うん、取っちゃっていいか。まあ、結構多分入ってくると思うので、印象も多分大丈夫。327。うわぁ、使いてぇ。アンダ製造機。剣打ちと、あとは、洗礼の一撃ですね。まあ、ちょうどいいですね。技術系。すんよ。完璧ハマったわ。高級筆談も取れましたね。取れた上にこんな強いんだよ。まずはノアちゃん行きましょう。タックしなかったら別に、そんなに、頑張る必要ないんだね。おー。これは54、55だしね。言っといた方がいいでしょう。臨床系も欲しい。うわ、これ相当強いな。相当強いっすね。なんだろう、これやばいな。ハマるとこうなるのか、やべえな。えぐ。よくわかんないポイント余ってるしな。千鳥はわからんが、それに近いものいけるな。うん、それに近いものはいけそうですね。いきましょう。はい、勝てました。次いきましょう。うん、これはノアちゃん先乾燥させましょうか。まあ、57なんで、アマネ踏んでもいいけど。フォアノアだね。いやー、強いね。強いね。それは強いわ。ピンズドで欲しいとか入ったな。筋力供給できました。いやー、ほんと、捕まさして。ほんと、くれまいか。これ全部取れるんじゃない?ほんとに。うん、臨床系はほんとにあとタック次第ですが、他は取れそう。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。おぉ、何もなしか。まあ、ここは一回待機の休みでいいですね。もったいないよね、このクロス。肩でいいですかね。お疲れ様。おぉ、いいね、それ。で、走塁は入ったと。バント取って良さそうだけどな。うん、まあほぼ全部取れる多分。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。おお、なるほどね。これは取っといていいか。で、次なんかのタックで終われれば OK と。877、怪我。バント1位でしょう。うん。あとはもうほぼほぼ。終わったか?正直終わってるんじゃないか。もう全部言っても問題ないんじゃないかという説ある。いけますね。もう終わってますね。うーわ、友沢先輩、何をしているんだ。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。ラストターン。わー、何も気づか。まあまあまあ。アミちゃんが、なんかくれるのか。一発逆転とかあるか。うん、オッケー。狙い通り。で、まあ、多分、ここは取っていい。全部取れそう。全部取れそう、やばいな。片目ちょいとことりあえず。でも、ほぼほぼ取れますもんね、これ多分ね。マジで。うん、これ取っていいのか。守備道はまあ普通に取ってよくって、あとは対エースイブシギンうんぬんなので、まあ多分取って大丈夫だが、ここで止まりましょうか。うわ、強い。行きましょう。はい、ということで残念ながら負けてしまいました。くそー、悔しい。20オール欲しかったからの、これやばいでしょ多分。
まあ、本当友沢以外はほぼほぼ完璧なサクセスでしたね。うわー、1938初めて出た1万9000点台。コツが強いとすごいな。めちゃくちゃ取れてますね。エースキラー。あとは、まあ、どういう感じで取るかっていうとこですよね。盗塁取るか、1。怪我。晩食取ったら終わり？あと1個なんか取れたら嬉しいですけどね。窮地ではなくて。リベンジ取ったら終わりだもんな、でも。うん、終わりですね。これで。窮地取れたら終わりでいいか。49だったかな、でも。あー、なるほど。49ですか。まあ、ただ、かく乱とか外す理由ないので、まあ、バントいらんかな。45なのか、これ。あ、そうですね。窮地取って、落として、1個取って終わりだな。うん、ここの方でいいか。理由ちょっとかっこいい以上。くそー、思考返して、思考返してだな。5、10、15、19、20なんですね。思考返して、やばい、強い。うわ、やば、これ。思考の入手失敗しとる。6手前作れるな。これやばい。これは興奮しますね。強い。やば。中央寺東野手、いいじゃないですか。ただ、注意点が一つだけあって、多分ファーストとセカンドしかできないと思います。まあ、田中山は、ショートもできるかもしれないですけど、まあ、結構しんどいかなって正直思ってます。田中山はね、体力の消費がいっぱいあるんで、まあ、社長と併用するときの弊害はかなり大きいんじゃないかなと。いうふうには思います。あとは、まあ、取り切れてない特能とかもあるので、多分6までだったらなんとか思考を仕込みながらいけるんじゃないのかなというふうには思います。7以上はちょっとやっぱり筋力活動がね、こう北斗高校とかに比べると厳しいので、まあ、その辺はね、また突き詰めてやってみてっていう感じにはなると思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。で、これがどれだけ大変かってことは、ぜひやってみていただければわかると思います。はい。ということで、あまりおすすめは、どうだろうな。やっぱ手持ち次第でこっちの方がいいっていう方はいると思うので、そういう意味ではおすすめです。まあ、北斗高校のキャラはね、結構ガチガチにこう求められるものが多いので、まあ、こっちの方が結構こう融通は効くんじゃないのかな、なんていうふうには思います。また次の動画でお会いいたしましょう。